くらったあの駅のそばで、あの子は泣いていた。夕暮れが追いかけてきたのさ。いつでも君のことばかり考えているから僕はバカになった。行ったり来たりして君の面影を探しているのさ。いつも通りで何もかもが憂鬱になるのさ。そう、僕のI'm here.
ないな。いや、それ使って。ぎょうさんで。そのケースが入ってるの。使えるんやから。ありがとうございました。最近もあのなんか地震とか起こってて、去年もいっぱい震災が起こって、その時にできた曲をそのまま加工せずに歌います。
路地のバス停の前で何事もなく振り返ってはどっかで聞いた単純なメロディー頭に浮かんでまた消えた Tuesday どうせいつか忘れるのならば今すぐ忘れたいんだけれど宝物のように思えるんだ真っ赤に燃えた雪の中にバスから見える風景に自分が映り込んでいたんだよ情けない顔していて慌てて作り笑いに戻していたどうせいつか忘れるのならばとても大事にしておきたいんだ沈み始めた雪の中に君がいたいつか水濠が落ちることがいつか水濠が落ちることが忘れるなくどんどん遠くなっていきいつか水濠が落ちることがいつか水濠が落ちることが忘れるなくどんどん声がして振り向け
ば部屋には誰もいない。まだ朝日は顔を出し僕を真っ赤に染めている。あと行かなきゃ髪を引くものは思い出た。車窓が映すのは鼻水垂らした男だった。名も知らないブチ猫がふわりあくびを殺します。
で舞踏を取ります。皆さんお酒飲んでますかね。おえいまあ、とりあえずないけど、とりあえず言っときますか。
おかしかった、ちょっとおかしいこと言ってます記憶喪失じゃ記憶がないというか、ほんと薄いんですよ。覚えてない、あんま覚えてないんですよ。昨日のご飯とかも覚えてないくらいの感じなんですよ。忘れやすい。そうですよ。もうでまあいいかと諦めてというか、今目の前にいる人たちが全てだと僕は思っております。いいことだ。松田聖子に提供しようと思って作った曲でありました。入れ墨っていう曲なんですけど、誰か松田聖子さんにお知り合いいましたので、ぜひ振り込んでいただければいいなと思います。入れ墨に一票お願いします。なぜ私が胸に花描いて
か、それはあなたがその花を好きだと言ったからね。目が覚めた朝隣に手のひらがたわた、私は知らなかったわこんな幸せを。なぜ私の心はすぐに崩れるの？それはあなたが前よりずっと素敵だからね。海辺に二人消えないようにも字書いた私は知らなかった。こんな悲しみよ。素晴らしい夜になると思います。最後ガールという曲でお別れしたいと思います。ボーイという曲もないですけど、ね、最後ガールという曲でお別れしたいと思います。藤山あたるさん、ありがとうございます。
の話を聞いてほしいんだよガール、そんな嫌な目をしないでよガール、こんな素敵な夜なんだ酒だって飲んでぐりぐりしてるんだよガール、今の僕なら何でもできるよガール、ほんとさ嘘じゃないんだよガール、流れ星を捕まえて宇宙船に乗って月の裏側も行ける、力のない顔で笑うよねガール、そんな君を見るたびにどうしようもない気持ちになるんだよ、自分がまるで空っぽっぽの人間な気がしちゃうんだよ、人には言えない良くないことだって知ってやろうと思ってしまう、夢から覚めたら一人きり、朝日は今日も僕を照らし、何度も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 僕を一人にさせるよ、話しているんだよガール、目に映るすべてがそっぽく見えちゃってさ、もがけばもがくほど苦しくなってしまうんだよガール、まだ夢を見ているんだ、君は信じる世界で僕考えているんだよガール、うう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 うありがとうございました。いやもう一度もう一度もう一度やって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 ありがとうございます。いいのかい、いいでしょうか。ええねえねえ、何もでも来てや。一曲だけさせていただきます。嬉しいね。そんな本当ね、好きだ。今日出会ってくれてありがとうございます。で出会わせてくれてナッシュビルズさんありがとうございます。奈良から来てるんですけども、奈良あんまいないんですよね。奈良のアーティストって。でもね、皆さん
気をつけてください。奈良の人はね、ほんと変なんですよ。ほんとに。あの、僕、アーティストですけど、奈良のね、アーティストはね、みんな変です。僕だけですよ、まともな人間は。せやな。もう僕の友達はちょっと今、会えない空のとこに行っちゃったんだけど、その友達の立った曲。ありがとうございました。